なあ、終点だよ。終点ですか。ああ、降りてくれ。起きて、降りないと。アリス、平気？泊まれる場所を見つけようね。アリス、急ぎましょう。アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい。行くあてがないの。この人を頼るといい。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。行こう、アリス。ご利用いただき誠にありがとうございます。お店がまだ開いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。ついに本日オープン初日を迎えました。何の用だ。絶滅してしまった何百以上もの種がサイバーライフのアンドロイドテクノロジーによって。私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか。おい、ホームレスなアンドロイド。冗談きついぜ。いいか、ここはコンビニで、慈善団体のオフィスじゃないんだよ。買い物するんじゃないならさっさと出ていけ。
アリス、お願いがあるの。あそこの缶が見える。あの缶を倒してほしいの。缶を倒す？なんで？いいから、私を信じて。大丈夫？怪我はない？ああ、いいんだよ。ただの缶詰だろう。落ちて音が鳴っただけさ。ねえ。行きましょう。お金は手に入れた。私を使って盗んだの？ねえ、どうして？信じてたのに。分かって、アリス、ああするしかなかったの。ひどいよ。モーテル、あそこなら泊まれる。入らないの？ダメなのよ。アンドロイドは泊まれないの。どこかで服を見つけないと泊まれないわ。ここだったら温まれるわね。何してるの？私たちのじゃないよ。分かって、アリス。暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんて、そんなのダメ。
ごめんね、アリス。でもこうするしかないの。どうも。空いてます？前払いで40ドルです。それじゃ名前と住所を。免許証を拝見しても？今は持ってないの。子供がクタクタで。そうですか。まあ明日でいいですよ。おやすみなさい。おやすみ。ほら行くわよ。信じてくれたかな。さあどうだろう。でも今夜は暖かくできる。ほら、コート脱いで。
服を脱がないと。濡れてるでしょ。お風呂で乾かしておくわね。パパは私が嫌いなの？どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけないの？悪い子だったのかな？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに。愛してほしいだけなのに。幸せになっちゃダメなの？わからない。置いてったりしないよね。ねえ、約束して。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒よ。ほら、もう寝ないと。じゃあ、電気を消すわね。ぐっすり寝てね。